翔ちゃんのいいところはね、うんうん、もう本当に可愛らしいところ、愛くるしいところ。うれぴー。翔太です。りょうです。少量です。はい。はい。というわけで、今回は、相手の好きなところを褒め合うぞ会。イェーイ。はい。というわけで、はい、今回はですね、うん、まあ僕ら付き合ってそこそこな、そこそこになるんですけど。そこそこって。そこそこな、年月が経つんですけど、改めて相手の好きなところを褒めちぎり合って。褒めちぎり合って。うん。うん。いいことを言って言って、相手を伸ばそうっていう回にしようと思います。いいね。いいね。褒められて伸びるタイプですよ。うん、そうそうそう。っていうのをやっていこうと思います。せーの。やっとやっといらないで。終了。うん、どういう感じでやっていくの？そうだなぁ。せっかくだったらさ、見てくれてる視聴者の方に、うん、お互いのことをさ、こんだけいい人だよ、この人は。翔ちゃんこんだけいいんだよ。はいはい。俺こんなにいいんだよっていうのを、お互いにさ、ね、そう。プレゼンするのね。プレゼンしていこうよ。うん。その方がさ、うん、あ、翔ちゃんこんなにいいところあるんだってわかるじゃん。お俺のこともさ、あ、こんないい人だったのねって思ってくれるかもしれないじゃん。おーおーよし、じゃあそれでやっていこう。そしたら、どっちから行く？じゃあ、りょうから。りょうから。翔太のいいところ。じゃあお願いします。はいはい。ひょうにょう。まずね、翔太のいいところ1個目、ね、ものすごく美味しそうに食べてくれること。ご飯を何でも。ほう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 。多分、中にはさ、ちょっと味付け失敗したなとかさ、はいはいはい、あ、ちょっとこれミスったなっていう料理もあるわけじゃん。うんうん、でも、全部美味しそうに食べてくれる。本当に。本当に。全部美味しいからさ。イェーイ。イェーイ。本当にそう。本当、うん、うん。それいいところ。うん。本当にね、人に好かれると思う、そういうところ。ありがとう。じゃあ次、僕が、はい。相手のいいところは、うん。どうしようかな。顔で。顔。顔。いや、でもそれも嬉しいよ。この顔が好きです。本当に僕は。どこがいいの？どこ？うん。顔。なんかほら、みんなにさ、プレゼンをしないといけないからさ、顔のどこら辺がいいとかさ。じゃあ目。あー。目はね、すごくね、言われること多いかもしれない。あ、目力があるとか、目が大きいねとか、俺のチャームポイントでもあると思う。うん、うん、うん。うん。いいと思う。はい、次。そうね、翔ちゃんのいいところ2つ目、うん、しっかりしてるところ、考え方が。うん。なんかね、やっぱりこれ12歳年が離れてるでしょ。でも、なんか、悟されるとかさ、考え方を、こうじゃないのってね、言われて、あ、そうだなってね、思うことはね、たくさんある。しっかりしてないけどな、うん、俺。いや、しっかりしてる。なんか根本がしっかりしてるんだと思う。なんか考え方の芯が。すごい、翔ちゃんのいいところ。恥ずかしいな。はい。うん、じゃあ。次、僕。うん。何があるかなぁ。あ、うん、誰にでも優しいところ。あ、どんな人でも、うん、例えば、スーパーとか行ったとしても、うん、店員さんに対して優しくできるとか、相手が困らないようにやってるのがすごいなぁって思って、います。ひょうにょう。うん、そうなのかな。うん、まあ、でも、ずっと接客業が長いから、うん、なんか、相手の立場になれるのかもしれない。もしかしたら。ああ、なるほどね。今大変そうだな、とかね。うん、うん、うん。ここが好きなとこです。お、ありがとうございます。次。そしたらね、翔ちゃんの、そうだな。3つ目。翔ちゃんのいいところ3つ目。はい。愛くるしさ。もうね、うん、マスコット人形みたいな可愛らしさがあるわけよ。そうなの。顔立ち自体も可愛らしい顔してるっていうのもあるけど、仕草とかね、行動とか、なんかそういうのがね、すっごい可愛らしい。ありがとうございます。うん。あ、喋り方とかも。なんかね、本当にね、ゆるキャラみたいな感じ。褒めてるよ。はい、うん。うん。はい。はい。続いてじゃあ、僕が言います。うん。悩みすぎじゃない？思いつかないな。ひどくない？思いつかない。ひどくない？二つで終わったんですけど。へぇー。俺のことをもっとプレゼンしてよ。見てるみんなに。少し頭がいい。少しね。少しね。少し。まあ、それくらいがちょうどよくない？あ、うん。学生の時に勉強しててよかった。あ、よかったよかった。うん。終了。いや、なんかさ、うん、あんまりさ、面と向かって言われることないじゃん。なんか、そうだね、まあ、顔立ちがいいねとかさ、そうだね、こういう性格がいいねとか言われることないからさ、嬉しいね。うん、嬉しい。俺も嬉しいよ。本当に嬉しい。うん、なんか、言い合おう。うん、わかった。
いいねみたいな。うん。なんかそういうのすごくいいかもしれない。確かに、そうだね、うん。ついついさ、生活してるとさ、うん、もう、みたいな。あるある。ちょっと嫌なところが目についちゃうからさ。いっぱいある。その都度、やっぱ言っちゃうじゃん。いっぱいあるじゃないよ。うん、いっぱいあるぞ。やっぱいっぱいあるから、言っちゃうけど、うん、いいところとかさ、うん、あんま言わないからさ。そうだね。確かに、褒め合うのが一番いいよね。うん。うん。こんな感じで、なんか言っていくのはすごくいいと思う。うん。褒め合おう。うん。これからも。やっていこう。高めていこうぜ。お互いを。何違う。なあ、どうすんの。はい。何それ。ひょにょ。なんかさ、うん、自分をさ、うん、モチベーションを上げたりとかさ、はい、今日も頑張ろうみたいな感じでさ、うん、なんかすることとかってある？ああ、他の人から褒められたりとかするとさ、うん、モチベーションも上がったりってさ、うん、その日テンションもなんかちょっとルンルンな感じになる、うん、まあいっぱいちょこちょこ考えてはいるんだけど、寝る前とかに今日は楽しかったけど明日はもっと楽しい日にしようとかね。そしたらもっともっと楽しくなってどん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 ね、うん、めちゃくちゃ最高になるじゃん。あれでしょ、ハム太郎効果でしょ。ハム太郎効果。そう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 。知ってる人は知ってるよね、うんうんうん、あれだよね、ハム太郎のアニメのエンディングで主人公の女の子がハム太郎に話しかけるのよね。明日はもっといいことあるよね。あるよねとか、楽しい一日になるよねみたいなね。そうそうそう。あ、そういう感覚ね。そういう感覚。あー、わかるわかる、うん。俺は朝かな。あ、朝、なんか絶対自分の顔見るじゃん。あの、支度するときに。うん、その時に、まぁ、ちょっとナルシストって言われるかもしれないけど、今日もかっこいいねとか、今日もいけてんねみたいな感じで自分を見る。あー。うん、で、ちょっと自分に自信を持って、仕事とか遊びにとか出かけるようにしてる。なるほどね。うん。大事。そう、うん。人が言ってくれなくても自分で言う、みたいな。ちょっとね、ポジティブシンキングになりたいから、うん、そういうことしてるかな。そうなのね、うん。まあでもね、大事だと思う、なんか。うん、そういうのも。うん、ね。はい。はい。はい。まあ皆さんもね、ちょっと試してみてはいかがでしょうか。はい。ね。お互いに言い合ったりとか、うん、自分に言ったりとかね。うん。すごくいいと思う。うん。うん、ひょうにょう。はい。というわけで、はい、今回の動画はですね、ここまでにしたいと思います。はい。私も、僕も、鏡の前で自分のこと褒めてみようと思っていただければ、チャンネル登録と。明日はもっといいことあるよね、ハム太郎って方は、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。